現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社1995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、
開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の欠税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大水力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F-22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F-119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、
合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな？次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、
2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 MQ-182 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、関西用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦を安々と代替できない海軍からすれば、
弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となりうるのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージスアショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM-3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3 で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3 機対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルを全て迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助するなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は太平型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦太平型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。太平型潜水艦のネームシップはやはり太平で、旧帝国海軍の潜水母艦太平跡に空母UFOという名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦人鋭火鳥鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目を付けるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、
クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は浸水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦隊芸はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は太平型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。太平型潜水艦は、前型の双流型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双流型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、客探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。火事としては、双流型にも使われている X 火事を使用しているね。この X 火事は潜水艦の火事としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は福利厚生の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが太平型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、双流型11番艦を言うと12番艦等流に採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。と言っても双流型はもともとディーゼルエンジンと非待機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、OU、等流ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その天体芸型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。太平型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の双流型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、太平型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、TCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。太平型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながら太平型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、
世界レベルで見るとまだまだ1000級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我々もと大モテになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。うんうん。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの?そのお茶たちは何が違うのかな?実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う?色的に言ったら、ウーロン茶かな?実は、緑茶の種類なんだ。え、そうなの?なら発酵してないんだね。それがね、全く発酵させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。ふーん、なんかお茶によって色々な方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶、何言ってんだよ。先日、韓国空軍が運用する F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸をした情報をキャッチしたみたいなんだけど、さらに恐ろしい事実が明るみになったよ。実は、韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機が偽物である疑惑があるんだよな。あのアメリカが自国製品を、それも偽物を売るなんて信じられないよ。アメリカにはアメリカの事情があったようだな。同盟国としての関係がありながら、北朝鮮にべったりの韓国をアメリカはすでに信用できない様子で、今後両国の関係が風雲急を告げる事態も考えられるようになっているぜ。みたいだね。そんな韓国のお粗末な事情と、アメリカを怒らせたことで起きる弊害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、アメリカとの契約に基づき、F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されているところだけど、隣の国のこととはいえ、機密情報については気になるところだよね。そもそも、アメリカが開発した技術の中にはブラックボックスと呼ばれる軍事機密部分もあり、日本においても運用している戦闘機の一部には当然ブラックボックスがあるんだ。ブラックボックスがある場合、その機体の修理や回収はアメリカの手によって行われるため、例えばグアムに改装するなどの手間がかかるのも事実だよ。それを差し引いても最新鋭の技術や兵器を搭載している戦闘機を持つことが、日本の国防に大いに寄与するから購入して運用しているってわけ。じゃあ、韓国はどうなっているの?韓国は、日本の場合とは少し事情が違うようだね。そもそも、売り手側のアメリカが買い手側の韓国を24時間監視しているというのだから、尋常ではないよ。
これは、アメリカ曰く韓国を信用できないことの表れだね。アメリカは韓国を明らかに信用していないんだ。その証拠に、韓国に配備されている F-35A は外観のみ F-35A 戦闘機とは言えるものの、中身は完全オリジナル製品となっているからな。要するに、F-35A をアメリカから買ったのだが、その機体の中身を入れ替えたということみたいだぜ。当然ブラックボックスの部分は、元から韓国側に見せないようにして、ってわけだ。そこまでアメリカが韓国を信用しない理由は、北朝鮮中国の影がちらついていることが最も大きな原因だろうね。韓国は、経済面で中国との関係を強化しており、中国の後ろ盾がある北朝鮮とも融和できると踏んでいるようなんだけど、北朝鮮ほど狡猾な国家はないわけで、利用価値があれば利用され、馬鹿にされるだけということがわかっていないんだろうね。北朝鮮からすれば、韓国はアメリカとの直接交渉に乗り出す時の出し出しかなく、交渉が途絶すれば韓国と接近する意味もないわけで、建ててあげたビルを爆破されても遺憾の意で済ませてしまう韓国は、本当に北朝鮮に舐められていると思うよ。そんな関係性を有している韓国を、アメリカが果たして本当に信用するのかってことだな。ブラックボックスでも開けられて、中国や北朝鮮に流されでもしたら、アメリカの国益を損なうわけだし、かといって、同盟国一応である韓国に何もしないわけにはいかず、アメリカが考えついたのはハリボテ F-35A を韓国に持たせておいて、周辺国を威嚇することしかなかったんだろ。ちなみに、韓国は F-35A を60機購入予定だったんだけど、現在その機数は40機程度に落ちているとされているよ。なぜ20機分を節約したのかはわからないけど、本当にお金がなくて買えないというのも本音のようだね。韓国のウォンが対外通貨としては弱いことは誰もが知っていることであり、アメリカや日本が通貨スワップを言って俺たちも後ろ盾になってやるから、ウォンがダメでも円とかドルとかでフォローするからさと、両国のブランドにすがって生きてきた部分があるよ。表だって日本を非難しているくせに、裏ではおんぶに抱っこだもんね。でも、2022年1月時点で日本もアメリカも通貨スワップを終了しているため、韓国は両国の経済的なブランドイメージを使うことができないんだ。本当に内袖を触れなくなってしまっているってわけ。そんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明したんだよね。強襲揚陸艦を空母化改装するとぶち上げたのは、日本が出雲型護衛艦出雲加賀を空母化することとし、出雲がアメリカ海兵隊との合同訓練で F-35B 乗り発着テストを無事に終えた後のことだったよ。明らかに悪化が見え隠れしていて、気持ち悪いよ。韓国のそんな軽空母化計画が果たして本当に確定しているのかはよくわからないけど、韓国は軽空母用に短距離離陸垂直着陸可能な F-35B 型を20機程度調達する方針を打ち上げているんだ。ちなみに日本は F-35A を105機、空母搭載用の F-35B を42機調達することが決定していて、機体数だけを見ると世界でも本国アメリカの次に多い機数となっているぜ。そもそも韓国が F-35B や軽空母建造の意思を表明した背景は、日本を敵対視していることがあるんだ。海上自衛隊が護衛艦出雲加賀を航空母艦化改修を行うことで、韓国は敵国の勢力増強を不安に思い、対抗策を考えた結果、こっちも空母を持とうと安直に判断したと考えられるね。しかし、実情として F-35B 型は、アメリカやイギリスが調達計画からすでに手を引く動きを見せており、世界の戦闘機事情から見ればそろそろロートル機と考えられている機体とも言えるよ。製造企業であるアメリカ国ロッキード・マーチン社は収入の一部を失われてしまうところだったけど、韓国が購入の意欲を示したことで、新たな顧客をゲットすることには成功したわけだね。ちなみに韓国、軽空母艦の開発に必要であるという理由で、F-35B の詳細情報の開示を要求したようだが、ロッキード・マーチン社は契約完了後にしか見せないとして拒絶しているぜ。契約前にそんなことを言う国がいるんだね。まあ、韓国なら納得だよ。韓国が空母を持つということは、中国への配慮から避けていたという見方もあるようだね。韓国は、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級大型輸送艦を建造すると大々的にもともと表明していたんだけど、これは軍事大国の中国を気にかけうちは空母を持ちませんよと配慮したという裏話があったんだ。そんな状況下で海上自衛隊が護衛艦出雲と加賀の航空母艦化を公表したことで、韓国にとっては中国にはばかることなく日本が持つからうちも持つと、格好の理由ができたといったところじゃないかな。日本への対抗策として考えたものなら、
中国の機嫌を損ねることなく、堂々と空母を保有できるし、中国から空母の技術を提供してもらうことも視野に入れることができるからね。韓国からしたら、そんな感じで頭の中が幸せな構造になっているのかもね。そもそも、空母を持つは持たないというのは、地勢によって大きく影響を受けるんだよね。日本は4州を海に囲まれた島国であり、その地勢上から見ても、海上防衛、海上から迫り来る敵への対抗は必要不可欠となっているよ。今もすでに、中国海軍の脅威を受け続けている尖閣諸島南西諸島の防衛戦略には、陸上拠点だけでは困難であり、出雲や加賀によって運用される F-35B が絶対的に必要になってくるってわけ。F-35B はステルス性能向上を重視している構造ゆえに燃料搭載量が限られており、他の従来戦闘機よりも航続距離や行動半径が短く、長期戦を考えると空中給油機も必要になってくるわけで、洋上補給拠点としても空母を保有することは必要不可欠なんだよね。と、日本には空母を持つべき理由と事情があったわけだけど、韓国はどうなんだろう？韓国の地勢を見てみると、海洋部分だけで見ても日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮領海を加算したとしても、約 12% 強になるくらいで、陸上基地から発進する F-35A 型の航続距離の範囲に十分収まるということは、誰でも理解できるんだ。また、空母とは洋上を航行してくる空母打撃群に対する反撃手段としての活用もあるんだけど、韓国に洋上から攻め立ててくる国が果たしてあるのかと聞かれて誰が答えられるかな？日本、アメリカは敵だと明言してくれるならば、こちらは自国防衛のために先制攻撃も辞さず、とあらゆる手段を持って韓国に攻撃を仕掛けることになるかもね。F-35 シリーズは、韓国以外の国からも引き合いが多く、実は、イタリアも F-35A と F-35B の2種の調達を進めていたんだけど、ここに来てイタリアが中国にべったりとの状況があり、アメリカが難色を示しているとの話が聞こえてきたよ。経済的にイタリアと中国は関係が深く、多くの中国労働者がイタリアに入ったことで、イタリア国内でも爆発的にコロナウイルス感染者が増えたんだけど、この時に中国人目とイタリア世論が湧かなかったのは、イタリアが中国資本によって経済活動を支えられていることを理解していたからと言えるんだ。イタリアには、F-35 シリーズの修理や改修などを行うことができる公式工場 FACO があるんだけど、これですら中国との関係が徐々に高まるようであれば、イタリア経由でその秘密が暴かれてしまうのではないかとアメリカが考えても無理はないよね。韓国にせよ、イタリアにせよ、繋がるところは中国というところに、アメリカがシビアになるのは無理もないだろうな。日本のように安心できる同盟国を確保しておきたいところだが、韓国なんかはもう何を言う気も失せるだろうぜ。ちなみに韓国、F-35A の回収については日本の小牧基地にある FACO での対応を拒否しているね。反日感情が先立つ傾向があるため、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しているからなんだ。でも、それはあくまで韓国側が説明した理由であって、日本の事情はちょっと違うよ。日本の FACO は三菱重工業メインで運営されているため、韓国の依頼する仕事なんか受けたくないってところが本音なんだろうな。何しろ、戦争中の徴用工問題で韓国司法に財産を没収されて売却されるかもしれないわけで、そんな国の仕事なんか受けてやるもんか。と公言したって誰も怒らないと思うよ。そもそも韓国は、日本の約半分の人口しかいない国なんだよね。でも、軍事予算に注ぎ込む費用は日本と同額と言われており、このお金を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民からたびたび批判されているのも事実ってわけ。そんな批判の声を反日だけで押し切ってきた韓国政府に、果たして先見性のある政治や国防が語れるのか、本当に疑問だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな？そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、
次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用センサについて、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用センサについて先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画、と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド UK 社によれば、その新型センサは従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド UK 社とのセンサ類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する。それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか。
といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては諸般の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に仕様を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる、その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを、期待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。敵基地攻撃能力の保有について、日本政府が必死に検討していることは、すでに多くの軍事アナリストも承知しているよね。
国民の間にもその話題が周知されつつあるし、一部の左翼系活動家が戦闘反対と煽っているのもあって、少しずつ話題になりつつあるよな。ここに来て、日本政府の重い腰もようやく上がり始めたみたいでよかったよ。敵基地攻撃能力の保有と戦闘機での敵基地攻撃について閣議決定されるまでに至ったからな。明日にも攻撃を受けるかもしれない、そんなリスキーな状況であることを。どれだけの人々が理解していたのかはわからないが、自分の国は自分で守るという、当たり前のことを実践することは大切だぜ。それを躊躇させるようなことは、国内からでも他国からでもやめてほしいよ。そうだね。さて今回は敵基地攻撃能力の基本と、それを取り巻く周辺国への影響などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。皆さんは、ウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を、リアルタイムに目撃している時代の証人になっているよね。そして、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情だよ。そもそも、明日の朝、北朝鮮が日本を攻撃すると言われて信じる人間が何人いるのかな。2000年代に比べれば信じる人もいるだろうけど、その人たちはこうも言うんじゃないかな。アメリカと自衛隊がいるから、反撃してくれれば、北朝鮮の方がむしろ負けるって。でも、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。日米安保条約があるじゃないかという声もあるが、ウクライナとロシアの争いに対して、予期仲裁者を演じるか思われたアメリカは、ロシアに対して経済的な警告しか与えることができず、自分の投入を明確に否定したことで、ロシアに侵攻を決断させた一面は否定できないぜ。つまり、日本は日米安保条約にあぐらをかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないかっていう、そういうリスクをしっかりと認識して、自分の国は自分で守ることを考えなくてはならないってことだね。ウクライナ情勢がどうあれ、南西諸島の島民の間では危機感が以前と比べて増している実情があるんだ。にもかかわらず、沖縄県知事と現地メディアはその危機感についてあえて触れないようにしているのか、それともわかっていて触れないのかはわからないけど、県民がみんな気づいている明確な脅威について、報じることもなければ、対応について語ることもないよね。辺野古の海を守れ、普天間の基地をなくせ、アメリカの基地は沖縄にいらない、そういう報道は常日頃からなされているけど、ではそれらの全てが実現した時、赤色の国旗が掲げられていても平気なのかな。マスコミも偏向報道を指摘されないようにするためか、中には沖縄独立論を打ち出すマスコミや専門家も出てくるありさまだしな。独立したとして、それは中国の属国としての沖縄を目指すことになるのかどうかはわからないが、何かしらの政治的意図を持った、別の意味の偏向報道であるとも取れるよな。さて、そんな状況下において、日本政府が敵基地攻撃能力について真剣に検討を始めたことは、非常に喜ばしいことだよね。敵基地を攻撃するなんて、戦争をする国になってしまうとか、憲法9条があるのにという報道はどんどん聞こえてくるけど、皆さんに誤解されたくないから説明していくよ。ここで言う敵基地攻撃能力とは、日本の領土が攻撃される、日本の国民の生命や財産が失われる非常時において、その危険が明白になっている時に、初めて行われるものなんだ。一部の活動家が煽っているけど、領土的野心を持って敵基地を攻撃するのではなく、日本の領土、国民の生命や財産を守るために攻撃をする防衛のための攻撃であること、そのことをぜひ誤解しないようにしていただきたいと思うんだよね。敵基地攻撃能力を一番に行使する可能性が高いのは、北朝鮮だよ。2022年になってから、超音速ミサイル、弾道ミサイルなどの発射実験を繰り返し、すでに正式採用されたミサイル群は日本をターゲットに配備されていることは間違いない情勢で、日本としては撃たれる前に攻撃して、その能力を奪っておきたいところだね。北朝鮮のこの行動は、日本のミサイル防衛は機能するのか、日本の防衛システムに対する根源的な命題を突きつけたとも言えるわけで、どんどん北朝鮮の行動がエスカレートするたびに、日本では敵基地攻撃能力についての議論が沸騰する、そんな展開がしばらく続くのではないかと思われるよ。現在の日本のミサイル防衛システムは、核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されているけど、発射時より弓なりの軌道を変えて飛翔する弾道ミサイルの場合、着弾地点の予測が比較的に容易なため、それらに対処する仕様となっているのが実情だね。だけど、
近年北朝鮮が実験を繰り返しているミサイルは、変則的な軌道を核とされている新型の弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して目標に向かう巡航ミサイルであり、現行の日本のミサイル防衛システムが果たして通用するのかどうか、大きな問題に直面しているってわけ。日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在だよね。北朝鮮の動向によっては、それらの戦力が第一次攻撃を行ってくれるであろうことから、日本に対する先制攻撃を実際に北朝鮮が行うかといえば、まず自国本土の防衛を優先することになるだろうし、仮に、北朝鮮が先制攻撃を行っても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃に自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることは現実であり、北朝鮮もそのことを十分認識していることから、これこそ抑止力が機能している状況とも言えるよな。ちなみに、周辺を敵国に囲まれているイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる防空網を構築しており、その精度は弾道ミサイルのみならず、兵士が携帯して発射するロケット砲すら迎撃する防空網となっていることから、周辺敵国に対してもかなりの脅威を生み出しているよ。とはいえ、このアイアンドームといえども、敵のミサイルやロケット弾を迎撃するには、その目標1箇所に対して2発の発射を行う必要があるため、物量に物を言わせた波状攻撃を仕掛けられてしまえば完全な防御ができなくなる場合もあるみたい。同様の状況下にある国といえば台湾もこれと似た状況だな。圧倒的に優勢な中国軍に対し、多数の地対空ミサイルを配備して中国軍の航空機の接近を阻止する戦術を取り、有効な防衛網を構築している状況だが、昨今では中国軍機外閣的に台湾領空を侵犯する飛行を繰り返していることから、これらの威嚇行為に対してどのような対応をするかが課題となっているぜ。台湾は、2021年以降にアメリカからイージスシステムの更新契約や、最新型戦闘機の購入契約などを立て続けに締結しており、明確な同盟関係ではないものの、アメリカの傘にいることを中国にしっかりアピールできている状況だよ。そのことも、台湾が自国を守るために必要な行動と矜持を示したものであり、日本もぜひ見習うべき部分だと思うね。では、日本の敵基地攻撃能力に話を戻そうと思うよ。他国が様々な知恵とパワーバランスを保ちながら自国の防衛に勤しんでいることは明らかだけど、やはり有効な兵器の存在が、敵国の侵略意欲を削ぐ効果があることは否定できないんだ。日本では、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局やその背後に控える中国海軍の艦艇の接近を阻止するため、2019年3月に奄美大島、2020年3月に宮古島への人に意識地対艦誘導弾を配備したよ。人に意識地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているね。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程と言えるほどではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長を行うことを決定しているよ。さらに、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだけど、この部分まで性能を高めることを想定しているみたい。また、重装は車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によって、いつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する効果的な威圧を行うことを目指しているよ。現代の国際情勢において、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか現実的な対応策はない。そのことは、ロシアとウクライナの状況を見ても明白だよな。一二式地対艦誘導弾の改良型は、まさにその報復的な反撃が可能な兵器であり、敵基地攻撃能力を十分に有することのできる、日本の国防に欠かせない兵器だぜ。にもかかわらず、日本が敵基地攻撃能力を持つことを憲法違反などと叫ぶ人々には、これ以外の方法で国を守ることのできる方法をぜひ示していただきたいよね。
その上で主義主張を唱えていただきたいと思うのは、多くの良識的な日本国民が思っていることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。14年ぶりに韓国海軍が就航させた大型輸送艦マラドをみんなは知っているかな？揚陸能力がすごいと言いつつも、実は軽空母に改造できるだとか、F-35 だって運用できると豪語していたやつだよね。実際にマラド級は何のために建造されたのか、意味がわからないという声が多いのも事実らしいぜ。本当に意味があればいいんだけど、意味がなかったらちょっと笑ってしまうよね。そうだね。そこで今回は、このマラド大型輸送艦に隠された意味を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。独ソ級揚陸艦の2番艦として登場したマラドは、満載排水量は1万9000トン、全長200メートル、全幅31メートルのスペックを誇り、乗員数330名の他に海兵隊員720名を収容することが可能な揚陸能力を保持しているよ。また、主力戦車6両、KAV 水陸両用車7両、LCAC エアクッション型揚陸艇を2隻、汎用ヘリコプターを7機から12機程度、艦内2隻再収容する能力を有しているみたい。固有の武装としては、艦首と艦尾に 20mm バルカン砲 CIWS を備え、艦橋後部には地対空ミサイルを発射可能な KVLS を装備しているね。まあ、ここまでの装備を整えていれば輸送艦としては十分と言えるが、そもそも韓国陸軍をどこに輸送するのか疑問符が残るよな。マラドの飛行甲板には、5つもの発着用スポットが設置されており、韓国海軍や海兵隊が保有するヘリはもちろんのこと、必要に応じて韓国陸軍が運用する大型ヘリコプターを運用できるようにもなっているとされているね。ヘリを使って揚陸作戦を行う、そんなシチュエーションがあるとすれば、北朝鮮沿岸に向かっての敵前上陸か、竹島奪還のための逆上陸しか想像はできないよな。むしろ、竹島防衛のためにこの艦首があるのではないかと、うがった見方をしている人もいることは事実だよ。実は韓国海軍、このマラドやフラッグシップ艦である独ソの2艦を軽空母化し、短距離離陸垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を搭載して、運用することを検討することも語られていたんだ。でも、その計画の実現にはまだまだ時間がかかるようで、アメリカに対して戦闘機の購入を申し出たそうだけど、アメリカからは釣れない返事しか返ってきていないみたい。アメリカとしては、艦載機ではなくてもオスプレイでいいのではないかとの意見もあるようだね。実際、アメリカ海兵隊のオスプレイの運用には、マラドもすでに対応できる状況で、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として周辺有事の際に使用できるようになっているとも言われているが、これが韓国国内の親中派には面白くないようだぜ。というのも、アメリカが想定している朝鮮半島や台湾海峡有事は、明らかに中国を仮想敵国としているわけで、その軍事行動には韓国軍も当然同盟国として組み込まれているからだ。昨今、韓国は中国回帰とも言える姿勢を明らかにしているから、あまりアメリカにべったりしすぎると中国様の機嫌が悪くなってしまうじゃないか、というのが親中派の意見のようだね。実際、アメリカのミサイル防衛システムサードが2017年に韓国国内に配備された時でも、中国は明らかに反発していたし、中国からすれば、中国から韓国を攻撃するとでも思っているのか、と難癖をつけつつも、実際にはその防衛システムが、中国本土を狙っている攻撃型ミサイルではないかとの懸念を拭いきれなかったってわけ。韓国がアメリカの言い分を受け入れようとすると、韓国系企業の関税を引き上げたり、中国への進出を合法的に阻害するなど、かなりの嫌がらせを行ったのは、韓国政財界には記憶に新しいことだぜ。独裁国家が力を持つとろくなことにならないよね。独裁国家だからこそ、力をつけるのか、力をつけるから独裁国家になるのか、そこはわからないけど、珍しく哲学的だね。まあ、そんな事情もあり、韓国は中国にかなりの配慮、気遣いを重ねているようだよ。このマラドについても、揚陸艦という分類ではなくあくまで輸送艦という交渉を貫いているのは、中国への明らかな配慮の一つと言われているんだ。揚陸艦ならば、その仮想敵国はどこなのだ。中国にこう問われた時には日本と答えると、中国様は痛く満足することだろうね。でもアメリカ様は同盟国になんてことを言うのだと逆ギレするだろうから、うまいことのらりくらりと回答しなくてはならないな。もちろん、アメリカに同じ質問をされたら中国北朝鮮と答えることは間違いないだろうから、こんなどっちつかずの国を同盟国として面倒を見ているアメリカには、ちょっと同情するぜ。今後、
韓国は3万トン超級の軽空母建造を目指す方針を打ち出しているけど、これもかつては新型の大型輸送艦と呼ばれていたものを、改めて軽空母と言い出したに過ぎないよ。あれれ？中国様の顔色はいいのかな？アメリカ様に断りをしたのかな？なんてなことを考えてしまうよね。韓国にはその2国よりもさらに顔色を見なくてはならない国日本があるからな。日本といえば、中国による尖閣諸島など南西諸島の防衛の必要性が高まったことを理由に、ヘリ搭載型護衛艦出雲と加賀を軽空母化する改修をスタートさせているけど、韓国は日本の空母保有を、マラド級の軽空母化や新規の軽空母建造の最大の理由にしているね。あの日本に負けるのは腹立たしい。日本が持っていて韓国が持っていないのは問題だと。国力や技術も顧みずに欲しがる国韓国は、こうして軽空母までその勢いで建造することになりそうだな。そもそもドクト級は、イギリスでインビンシブル級航空母艦の、建造に携わった BAE 系列企業の支援を仰いで行われたものであり、そういった意味ではすでに空母技術の部分的な移転を受けているかもしれないね。実際、韓国の軽空母計画の内容として、クイーンエリザベス級航空母艦の建造に携わったイギリスのパブコックインターナショナル社が加わるとの見方もあり、世界のメディアからも注目を集めていることは事実だよ。さらに、極東方面に向かって各地で合同軍事演習等を行いながら、航海しているイギリス空母クイーンエリザベスに関しても、韓国に寄港する可能性があると示唆されており、韓国の軽空母建造プロジェクトにイギリスが関与する公算は大きいのではないかな。それでは、なぜ韓国海軍がマラドの建造に踏み切ったのか、その原点に帰って考察してみたいと思うよ。当初は、上陸作戦支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇も同時に装備して、敵前上陸から支援攻撃まで達したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたみたい。そのためにも、搭載するヘリコプターはオスプレイが必須だったようで、アメリカ様の顔色を伺ってかつてのインチョン上陸作戦を再現することもあるでしょう？と言ったかどうかはわからないけど、なんとかアメリカ様のご機嫌をとって、ドクト級でのオスプレイ運用試験を許してもらったみたいだね。とは言っても、韓国が望むように空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルはまだまだ得られることができず、今後アメリカにどのような感じで甘えて助けてもらうかが、見ている側としては面白いかもしれないな。そして、韓国の軍事資料を調べていると、意外な事実もわかってきたよ。なんとマラドに関連するプロジェクト名が大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているんだ。これは、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているためにこの名称を使っているみたい。そちらを攻めるために使いません。嫌な日本を攻めるときに使う。いや嫌な日本が持ってるからこっちも持たなきゃいけない事情があるのですよと、中国や北朝鮮に説明をしたかどうかはわからないけど、中国や北朝鮮だってなんでお前たちが軽空母を必要とするの？って、聞きたくもなるよね。アメリカ様に助けてもらえばいいじゃんって言われたら、グーの根も出ないもんね。でも、韓国軍の中にはアメリカばかりへの依存への不安や、自国防衛は自国で、という考えもあるかもしれないね。先ほども紹介したアメリカのサード配備の結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がったことも事実なんだ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。経済面でもすでに中国は兄以上の存在ではないか。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で当然のように考えるのであれば、ちょっと軽薄かもしれないがな。でも、マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないぜ。韓国の現状では、有事になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されていることで大きな抑止力が働いていることは事実だよ。だからといって、アメリカが来なかったら困るから、軽空母を一隻持っておこう。そんな安直な考えだけで抑止できると考えるのは早計だね。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで大きな戦力となっているけど、韓国は打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、
日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけだよ。アメリカ太平洋艦隊との連携ももちろん必要だけど、すでに連携は図れている状況であり、それでいて中国の軍拡に対抗するためにあらゆる策を講じなくてはならない。その一つが出雲加賀の軽空母化だったわけ。ちゃんと敵を見て、己に不足していることを補う軍備、韓国のように周りの国の事情や自分のプライドを満たすための軍備では、決してないのよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊小松基地所属の F-15DJ 戦闘機が墜落事故を起こしたことは、みんなの記憶にも新しいよね。この事故により、パイロット2名は残念なことに遺体で発見され、優秀なパイロットを同時に2名もなくすことになったショックは、かなり大きかったよ。同時に、フライトレコーダーを含む機体のパーツの回収も進んでいるようだが、事故が起きた原因などはこれから分析が始められることになるようだぜ。まず、亡くなった2名の乗員の皆さんに謹んで哀悼の意を捧げたいと思うよ。その上で事故の原因を徹底解明してもらって、日本の国を守る最前線において、パイロットの安全確保第一にしてほしいと願う次第だね。さて今回は、事故原因の鍵を握るフライトレコーダーの存在と、墜落の原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。小松基地は、石川県小松市にある航空自衛隊の基地で、官民共用の空港として運用されているこの空港では、対ロシア、中国、北朝鮮など、荒くれ者国家の領空侵犯などに速やかに対応するべく、航空自衛隊の中でも最優秀のパイロットが配属されると言われているよ。えりすぐりのエリートってわけだね。そして、今回消息を絶った F-15 は飛行共同軍に所属していた機体だったんだ。この部隊は、侵略者を意味するアグレッサーの通称が与えられており、1年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し敵役として訓練。共同を行うことを主任務としている部隊だね。飛行共同軍の機体には、上空で一目見て敵役と判別できるよう、青や緑のカラフルな迷彩や、幾何学模様の識別塗装が施されていることから、見た目もすぐ見分けることができることで有名だよ。何より、アグレッサーのパイロットとしては、全国の基地から選抜された高度な操縦技術を持つ戦闘機パイロットが集結しており、まさに航空自衛隊の中でも精鋭を集めた部隊として運用されているってわけ。事故を起こした F-15 に搭乗していたのは、飛行共同軍の軍司令、田中公使1等空佐52と、同軍の上田雄星1等空尉33で、この時は2人乗りで田中1タスクが前席、上田1位が後席に座っていたと言われているよ。この時の F-15 は、1月31日午後5時半頃離陸し、右方向に旋回してから数分になる洋上でレーダーから突然反応が消えたとされているんだ。信号が消えた海域において調査を行ったところ、垂直尾翼など機体の主要部分が海中から見つかり、航空自衛隊は機体が墜落したと判断し、乗員の捜索を開始したよ。その後、2月11日午前11時50分頃、海上自衛隊隊員が潜水して海中を捜索していたところ、機体がレーダーから消えたあたり基地から約5キロの海域で1名の遺体を発見し、航空自衛隊のヘリで海上自衛隊の艦艇から小松基地に搬送して身元を確認したとのこと。さらに、2月13日午前9時10分頃、同じ現場海域で海自の隊員が新たに遺体を見つけ、こうしてようやく捜索作業を終えることになったんだけど、この時航空自衛隊は事故調査への影響を理由に、それぞれの日にどちらの隊員が見つかったかは明らかにしていないんだ。優秀な隊員の死を悼む時間もなく、航空自衛隊は引き続き海域において戦闘機の機体等の捜索に当たったってだな。これまでの捜索で、水平尾翼やエンジン排気口、燃料配管などの一部がそれぞれ見つかったんだけど、これらは航空自衛隊が委託した民間のサルベージ船の準備が整い次第、機体を引き上げ、原因究明を進めることになるんだ。以前紹介した、南シナ海でのアメリカ空母艦載機の喪失事故と比べて、比較的引き上げが容易な海域であったことが功を奏しているようだけど、やはり優秀な隊員を2名も同時に失ったことは、航空自衛隊にとって大きな痛手であることは間違いないよね。そして、アグレッサー部隊による訓練等はこの事故以来中止されており、練度の維持にも影響を及ぼすことが予測されているんだ。事故の原因が人為的なものなのか、機
体に起因するものかがわからない以上、安全を確保できない状態で訓練を行うことができないという、航空自衛隊の人命第一主義がこのような方針を取っている原因と言えるね。もちろん、そのことに関して異論はないし、空の先森として懸命に日本を防衛してくださっている隊員の皆さんの命を大事にしていただくことこそ、今は重要なことだと思うんだ。事故の原因の解明も徐々に進められており、2月25日に航空自衛隊はフライトレコーダー飛行記録装置の本体を現場付近の海底で発見して回収したことや、それと同時に F-15 に搭載されていた2機のエンジンも発見され引き上げられたことを発表しているよ。今後、回収されたフライトレコーダーの記録の解析を進めるとともに、海底に残る機体の回収作業を継続するとしているけど、事故において重要な部分の部品などが見つかったことで、事故原因の確定が大きく進むものと期待されているみたい。ちなみにこのフライトレコーダー、本体に付属していた発信機は墜落翌日に回収されたものの、その本体が見つかっていなかったみたいだが、結果的に発見された時には、本来は一体型のはずのフライトレコーダー本体と発信機が分離していたことで、発見に時間を要したとされているぜ。このことについて、航空自衛隊の井筒俊二航空幕僚長が、相当の衝撃が加えられたことで分離されたと推察されると説明しているな。また、エンジンはこれまでに排気口の部品などが回収されていたものの、海中より引き上げられた2機のエンジンはいずれも原型をとどめていたことが分かったよ。大きく破損することもなく、エンジンとしての外観を確保していたことから、機器の不具合による原因ではない可能性が浮かび上がってきているみたい。さらに、現場付近では機体の胴体部分も発見されていて、こちらも墜落原因の解明のために近く回収され、事故原因の解明が進められるよ。航空自衛隊では、今回の事故を受けて、小松基地における F-15JDJ の飛行訓練を中止しているけど、日本の領空を侵犯する恐れのある航空機に対するスクランブルは防衛上必要として事故後も継続しているよ。現在の世界情勢を考えれば当然のことだよね。というのも、小松基地のスクランブル対応は日本国内でもズバ抜けて回数が多く、特に多いのはロシア軍機に対するスクランブルが近年激増しているんだ。小松基地だけで言えば、ロシア軍機の領海侵犯は、中国軍機へのスクランブルに次いで回数が多く、今回の事故直後の2月2日、4日にも続けてスクランブルが発生していることがわかっているよ。この頃といえば、ロシア軍がウクライナ侵攻の準備を行っていた時期であり、日本方面への領空侵犯は、ウクライナ方面の部隊のみならず、全ロシア軍が臨戦態勢にあることからの行動であったことは明白なんだ。防衛省の統計では、2021年4月から2022年1月までの期間における、航空自衛隊戦闘機によるスクランブルは834回に上り、これは2020年度のペースを上回っているよ。ちなみにこの内訳は、中国軍機は606回、ロシア軍機が212回となっているが、2021年11月には中国軍とロシア軍の爆撃機が編隊を組んで飛来したケースもあるなど、その度合いはかなり挑発的であることは間違いないな。この状況下であることを踏まえれば、航空自衛隊としては、東アジアでロシアや中国の動きに対して牽制し続ける必要があり、スクランブルをもやめてしまうことは国防上許されないってわけ。2021年12月、亡くなった田中一沢読売新聞の取材に対して、戦闘機1機の持つ戦力は、航空優勢のみならず、戦闘全体に多大な影響を与える。戦える部隊を作りたいと語っていたよ。ただ、空自の各部隊はスクランブルなどのみ任務に追われていることも認識しているとし、戦技戦術を底上げする余力がなく、一方で周辺国は航空機、パイロットの能力が上がってきていると危機感も口にしていたんだ。そのことを踏まえて、アグレッサーとしての活動をしっかりと行いたいと、プロのパイロットとしての矜持を語ってくれていたんだよね。現状をしっかり理解していて、向上心のある人だったんだろうね。田中一タスクが言っていたように、戦闘機の数で日本は中国に水をあけられていることは事実なんだ。国土の周囲を海で囲まれている日本の防衛には、航空優勢の確保が不可欠であり、その鍵を握るのは、レーダーや通信ネットワークを向上させた第4世代戦闘機や、ステルス性を備えた最新の第5世代戦闘機が必要不可欠であることは、もはや誰も否定することはないよね。とは言いつつも、航空自衛隊が保有している戦闘機は313機2021年3月末現在なのに対し、
中国軍は1146機に上り、これは2001年の90機だった時に比べても12倍に増えていて、さらに増強を進めているのというのだから、かなりの難敵であることは間違いないよ。かといって、いきなり中国が日本本土を爆撃することはない。むしろ、基地があるから戦争が起こると左翼系活動家などは日本の軍事行動を批判するけど、憲法9条が日本を守ってくれるのかな？ならば、ウクライナに憲法9条があれば、ロシアは決して侵攻をしなかったのかな？その答えは、良識的な思考と一般常識を持ち合わせている皆さんであれば、わかるはずだよな。今回の事故の原因について漏れ聞こえるところによると、バードストライクや整備不良からのエンジントラブルとも言われているようだけど、原因を追及すると、そのために誰かが責任を負うことにはなるけど、日本の領土を守るため懸命に頑張ってくださっている隊員の皆さんの命は、しっかりと守っていただきたいと、心から思うね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊が2021年7月時点で配備をしている戦闘機は、F2、F15J イーグル、F35 ライトニング2の3機種となっていたよ。ちなみにすでに2035年前後からの F2 の退役に備えた次期戦闘機開発も始動しているみたいだな。次はどんな戦闘機が来るのかな？楽しみだね。この次期戦闘機開発は三菱重工業を主契約企業とし、その傘下に各日本企業が担当分野ごとに携わる形式だね。エンジン部分ではイギリスのロールスロイス社との協業も現実味を増しているぜ。もちろん海外勢としては第5世代戦闘機のトップランナーで、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ方向は規定路線と言えるね。さて、今回は F-35 ライトニング2、新規配備先に小松基地やニュータバル基地が浮上中であることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の国情に合致し、後の仕様変更にも柔軟に対応可能とすることを目的に次期戦闘機開発は進められるんだけど、いわゆる第6世代戦闘機とも呼ばれるこの機体の製造には、多大な技術ノウハウの集積が必要だろうと言われているよ。そうした意味においては、現行の最新鋭ステルス戦闘機である F-35 ライトニング2の実際の現場での部隊運用及び、保守メンテナンスを担う拠点の完全な稼働が今後を占う可能性も高いと思われるね。まず現在航空自衛隊では全国8カ所の基地に戦闘機を配備しており、これは北から北海道の千歳、青森の三沢、茨城の百里、石川の小松、愛知の小牧、福岡の築城、宮崎のニュータバル、沖縄の那覇となっているんだ。航空自衛隊ではこれまでに F-35 ライトニング2を合計で147機調達する予定で動いており、内訳は通常滑走路向けの A 型が105機、短距離離陸垂直着陸可能な B 型が42機となっているみたい。先の全国8カ所の戦闘機配備基地のうち、すでに A 型が配備されているのは、青森の三沢基地のみで退役した F-4 の飛行隊を置き換えており、次に唯一日本海側の石川の小松基地への配備が濃厚と見られるよ。石川の小松基地への A 型の配備は、現行の F-15J イーグルの2個飛行隊のうち1つを置き換えるものであり、まず2025年度を目標に A 型を4機配備することから始め4年程度で20機まで増加させる予定となっているんだって。次に B 型の配備予定には宮崎のニュータバル基地がまず浮上してきており、こちらは2021年時点で F-15J イーグルの1個飛行隊のみが配備中につき、B 型で構成する1個飛行隊を新設する方向と見られるんだ。B 型の場合は、現在航空母艦化の改修工事を適時実施している、護衛艦出雲加賀の艦載機となるため、ニュータバル基地は加賀の母港、広島の呉基地に近いことが選定理由に挙げられているぜ。この理論で考えると出雲は神奈川の横須賀を母港としているため、これに距離的に最も近いのは茨城の百里基地だと思われるけど、いずれ同基地への B 型1個飛行隊の配備も公表されるのだろうね。こうした F-35 ライトニング2の A 型及び B 型の部隊配備が進められている一方で、愛知県西春日郡豊山町の三菱重工業の小牧南工場内には、同期の FACO 施設が2015年から稼働を開始していることを、みんなはもう知っているよね。一応、FACO についておさらいしておこうよ。
そうだね、FACO とはファイナルアッセンブリーチェックアウトの頭文字を略した名称であり、ロッキード・マーチン社が認可した F-35 ライトニング2の最終の組み立てや品質検査を担う拠点のことだよ。FACO は本国アメリカのテキサス及び、イタリアのカーメリ、そしてこの日本の愛知県西春日郡豊山町の3カ所しか設置されていない施設であり、世界的にも稀有な拠点と言ってよいよ。F-35 ライトニング2の機体の製造には大元のロッキード・マーチン社以外にも、ノースロップ・グラマン社、BAE システムズ社など複数の企業が従事しており、日本の IHI 社も機関部の製造を受け負っているぜ。このため愛知県西春日郡豊山町の FACO には、これらの参加企業が製造した各種パーツが集約され、F-35 ライトニング2となる最終の組み立てが行われ、検査を経た後に完成品として送り出されているってわけ。さらに愛知県西春日郡豊山町の FACO には、MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップデイと呼ばれる、完成後の F-35 ライトニング2のアフターケアを担う拠点機能も付与されているよ。この MRO&U は、アメリカ、イタリア、日本、オーストラリアのまず4カ所に設置され、それぞれが近隣地域国が保有する F-35 ライトニング2のその後の重整備を担う拠点として設けられたものだね。今後 F-35 ライトニング2の採用国及び生産機体数が増加した場合には、追加でイギリスやオランダ、ノルウェーといった国に MRO&U を新設する計画もあり、同期の受注数次第といった状況となっているみたい。日本の愛知県西春日郡豊山町の FACO 兼 MRO&U にとって影響が懸念されていたのは、韓国が導入する F-35 ライトニング2が同拠点を利用するか否かという点があったんだけど、これは行わずに済むと見られるよ。すでに F-35 ライトニング2の導入時点から韓国側は、日本の MRO&U で自国の同期の重整備を受けることを良しとしておらず、2014年にはオーストラリアに持ち込む方向になると報じられていたからな。日本サイドとしてはこうした韓国側の態度は想定内の出来事であり、実際の運用稼働に何ら支障をきたすものではないだろうけど、むしろアメリカが韓国に F-35 ライトニング2の輸出承認をしていることがキーにすら思えるよね。韓国が日本企業を敵視しているのは言うまでもないから、こうなることは予想できたってわけだね。ちなみに韓国は F-35 ライトニング2を A 型60機、B 型20機の合計80機の調達を計画しているが、このうちの B 型20機が本格的に建造すると主張を始めた軽空母用の艦載機となる見込みだぜ。こうした状況を見れば韓国以外にアジア地域で F-35 ライトニング2を導入しようとしているのは、シンガポールが最大でも B 型12機程度しかなく、日本の MRO&U は自国と在日在韓米軍の機体に対応するものと思われるよ。さて、F-35 ライトニング2の機関部はアメリカのプラットホイットニー社製の F-135 ターボファンジェットエンジンだけど、前述のように日本では IHI 社がその製造を受け負っているんだ。IHI 社は東京都瑞穂町の自社工場で2017年から、この F-135 ターボファンジェットエンジンの組み立てと試運転を行う体制を開始させており、一部のパーツは福島の相馬や広島の呉の工場でも生産されているみたい。これら IHI 社の工場では、航空自衛隊が予算上で、最大年6機の調達を行うとことに対応した生産数のキャパシティを確保しており、三菱重工業の MRO&U の機関部対応も担うことが予想されるよ。IHI 社といえば次期戦闘機用に防衛省と共同で国産の XF9 エンジンの試作機を完成させており、これに F-135 ターボファンジェットエンジンとイギリスロールスロイス社の技術も加わると見てよいだろうな。そう考えると FACO 兼 MRO&U を通して得られる F-35 ライトニング2の技術的な情報が、国産化を志向するという次期戦闘機の開発にも多大な影響を与えるものと思われるし、純国産化は極めて困難だと思えてならないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、みんな知っている世界的にも有名なオセロだよ。オセロか、携帯ゲームにもなってるほど有名なやつだな。そうそう、そのオセロなんだけど、実は日本発祥のボードゲームって知ってた？え、そうなの？てっきりよその国からの輸入品だと思っていたよ。どのようにして作られたの？それがね、オセロは長谷川五郎っていう人が考案したんだ。その長谷川さんが、中学校1年生の時に、囲碁のルールがわからなかったそうなんだ。だから、ハサミ碁を考案したそうだよ。それがオセロ誕生のきっかけだったんだ。そして、長谷川さんが大学生の頃に、ハサミ碁を発展させた、牛乳瓶の蓋を使うオセロに近いゲームを作ったそうだよ。
なんだか、だんだん完成に近づいてるね。そうなんだ。そして、その後、長谷川さんが玩具メーカーの佃に持ち込み、商品化されたんだよ。ええー、それで売れたから、おもちゃメーカーからしたら、最高だよね。おい、目がお金になってるぞ。今でも、オセロのコマのサイズは、牛乳の蓋と同じサイズなんだよ。これは、オセロをするときにドヤ顔できるやつだな。そうだね。みんなも、ドヤ顔でオセロをしようね。それじゃ、今日の雑学は終わりだよ。また見てね。ウクライナとロシアの状況は悪化の一途をたどっているね。もうとっくに軍事施設以外の建物にも攻撃しているし、ロシアは市民を巻き込む気満々だよ。実際、ロシアは避難所であろうと何であろうと、徹底的なまでに攻撃しているもんな。しかも極音速ミサイルまで使っているみたいだし、もはや総力を挙げてウクライナを潰しにかかっているぜ。ウクライナも前線しているけど、やっぱりロシアが相手じゃ厳しいよね。ウクライナの大統領は力強い意志を持った指導者だが、物量の差は覆しがたいよな。何にせよ、早々に終結してくれることを願うばかりだぜ。終わらせ方も難しいところだけど、一日でも早く終わらせて、何よりこれ以上犠牲者を増やさないようにしてほしいな。お願いだから民間人を攻撃対象にしないでほしいよ。そうだよね。日本も対岸の火事とは言えないし、もしもの場合に備えて軍事を整えておく必要があるよね。さて今回は、かつて日本海上自衛隊の主要仮想敵だった旧ソ連の潜水艦についても踏まえて、近年はあまり取り上げられないけど、今でも60余隻を数えるロシアのその戦力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年、尖閣諸島をはじめとする日本の南西諸島などへの中国の軍事的脅威は高まりを見せ、2021年にアメリカがバイデン政権へと移行する狭間でその動きはさらに顕著だと言えるよ。そうした中国海軍の艦艇に対し、日本側としては海上自衛隊の潜水艦隊を強化し、領土領海への接近阻止を担う最重要兵器として、その22隻体制に向けた拡充を続けているんだ。しかし太平洋戦争後の旧ソ連の崩壊までの長らくの間、海上自衛隊や日本自体が最大の仮想敵国として想定していたのは紛れもなく旧ソ連であり、現ロシアもその延長に位置しているぜ。現ロシアは過激な発言も多いし、日本に飛び火しないとも考えられないから怖いよね。ロシアと中国は水面下で繋がっているだろうし、うんうん。太平洋戦争後の日本はその敗戦により航空機の開発などがアメリカなどの連合国から禁じられてしまったけど、同様に潜水艦も保有すると渡航禁じられた兵器のうちの一つだったんだ。この潜水艦を日本が再度保有することが認められたのは、皮肉にも太平洋戦争においては同じ連合国の一員に名を連ねた旧ソ連とアメリカとが激しく対立する、冷戦構造が生じたためだね。朝鮮戦争を経て、旧ソ連の封じ込めを日本の武装解除よりも重視し始めたアメリカによって、再び日本は潜水艦の保有の必要性が認められることになり、当初それはアメリカから貸与されたものだったんだ。海上自衛隊がアメリカ海軍のガトー級潜水艦を貸与され、それを黒潮と名付けて収益させたのは、ちょうど太平洋戦争終結から10年後の1955年でここから海上自衛隊の潜水艦運用が始まったよ。紆余曲折を経て、今では世界トップクラスの潜水艦保有国だもんな。この成り上がり方こそ、日本の魂そのものだと思うぜ。本当にそうだね。旧ソ連は現在のロシアも同様に伝統的に陸軍国ではあるけど、米ソの冷戦時代には圧倒的に優位な戦力を持つアメリカ海軍、特にその空母打撃群の自国への接近阻止を戦と潜水艦を配備したってわけ。
旧ソ連はアメリカ海軍のように潜水艦の動力源を原子力推進型に一本化はせず、通常動力型潜水艦も同時並行で配備を続けており、その流れは現在でも変わっていないぜ。こうした旧ソ連現ロシアのような潜水艦運用は、近年の増強が著しい中国やインドで同様の状態であり、それもかつて旧ソ連の技術支援を受けて潜水艦を保有している両国に共通しているんだ。現在のロシアは2020年度のグローバルファイアパワー等の軍事力ランキングでも、アメリカに次ぐ世界第2位というポジションをキープしているけど、以前のような勢いは失われつつあるみたい。それでも今の状況を見る限り、ロシアの力は驚異的だよな。伊達に世界第2位の位置にいるわけじゃないってわけだ。そうだね。というのも額面の軍事費では今のロシアはアメリカの 12% ほどしかなく、国家としての GDP も実は韓国より少なく、どちらかといえばこれまでの遺産でその地位にいると見た方が正確だね。それでも旧式な艦艇も含むとはいえ、2021年時点でもロシア海軍は多数の潜水艦を保有しており、戦略型原子力潜水艦、攻撃型原子力潜水艦、通常動力型の攻撃型潜水艦登録14隻を数えるよ。陸軍同様、海軍においても警戒しなきゃならないってわけなんだね。2020年12月に新型の SLBM 潜水艦発射型弾道弾の発射実験に成功したと報じられた。ウラジーミル・モノマフはこうしたロシア海軍の戦略型原子力潜水艦ボレー型の3番艦だね。ここで使用された SLBM-3M14 ブラバーミサイルは射程距離が8000から 9000km にも及ぶとされ、現在アメリカや日本が備える弾道ミサイル防衛網を無効化する兵器と言われているよ。ボレー型は水中の排水量が2万4000トン、全長が170メートル、全幅が 13.5 メートルにも達する巨艦で、背面上部26機の SLBM 発射艦を備える戦略型潜水艦で4隻が収益。追加で4隻が建造予定だね。ボレー型でも海上自衛隊で最大の排水量を誇る護衛艦出雲加賀の満載排水量2万6000トンにほど近い大きさだが、ロシアにはこれ以上の戦略型潜水艦も存在しているぜ。それがタイフーン型であり、水中排水量最大4万8000トン、全長が175メートル、全幅が23メートルに20機の SLBM 発射艦を完備していたが、6隻中1隻を除きすでに退役が行われているな。またロシアにはヤーセン型と呼ばれる原子力潜水艦も存在し、こちらは SLBM 発射艦8機と 533mm 魚雷発射艦10門を備えており、攻撃型潜水艦の性格と対地攻撃の両面を合わせ持つんだ。このヤーセン型は設計自体は1990年までに完了していたものの旧ソ連の崩壊で1番艦の収益は2014年まで遅れたけど、これまでに4隻が収益し、その後も5隻ほどが建造されると予想されているよ。純然たる攻撃型の原子力潜水艦としてはシエラ型があり、こちらは前期の1型と後期の2型に大別されるけど、各2隻ずつが建造されこれまでに1隻が退役、3隻が収益中と見られているね。シエラ2型は、水中排水量約1万トン、全長約110メートル、全幅約 12.3 メートルの艦体に 533mm 魚雷発射艦6門を備えており、さすが原子力推進だけあって水中の最高速度も32ノットを上回るものとなっているよ。通常動力型の攻撃型潜水艦としてロシア最新の艦はラーダ型だが未だ1隻のみが収益した状態で、以前のキロ型が旧ソ連時代の1982年から収益、今でもロシアで20隻、中国でも12隻が稼働中だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のお題は安全についてだよ。安全？そうそう。安全だよ。みんなは安全第一というスローガンを知っているかな？工場なんかで働いている人には馴染みのある言葉だと思うぜ。その安全第一というスローガンには続きがあったんだ。安全第二とかかい？違うに決まってるだろ。安全第一の他は、品質第二、生産第三だぜ。正解だよ、知ってるなんて意外だね。日本で知らないっていう人が多いのは当たり前なんだ。どうして？実はもともとはアメリカの企業で使われていたスローガンなんだ。え、日本じゃないんだね。日本では安全第一の部分だけが使われることが多く、実際に工事現場や工場などでは安全と第一の間に緑十字を挟み、安全プラス第一と表記されているな。ちなみになんだけど、安全第一とスローガンが掲げられてからは、労働災害による死亡数が、
1000人を下回っているらしいんだ。安全第一と掲げるだけで減るなんてすごいね。高度経済成長期には亡くなる人が6000人を上回ったことがあるらしいから、安全第一で皆さん頑張りましょう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。今日も、一日、ご安全に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 。